さん、バイブを見ている皆さん、こんにちは。久しぶりですね。バイブに行って、メンバーになって初めてですけれども。再びここで出会うこの海岸で、ゲストが呼びしております。大勢の赤ちゃんの下、呼ばしにサーファーの群れが横を通り、自らお掃除、心の掃除、まだあいつを振り切れず、心の掃除、あんな通り、みたいに透け通れる。今日はスタッフ組んでやっている、ジェーブ。少しハマりすぎてた。見えませんけど、カメラが見えないです。意外、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 意すごい新発見したね。そうね、これはね、曲名はキングスモースともようやく過ぎ、心の霊房の風向きもやや下向き、好きだったはずのネオス今じゃこばしりして、次の季節の夏を何か切ない夢、登場すら佐藤周辺のセミシグレ、深すぎた恋のパズル、いつの間にやらかテレビゲームとカズル、私はですね、ぜひ気が切れない自分の欲望、彼女の絆の種明かしを抱くと花火の音でやっと終わらない。息の入ったライナーノーズ読んでいただきたいですね。今日のライナーノーズを読むと、もう涙なしで綺麗という曲が走り慣れたこの道路、今回走った音道アイアコーラ、こんな風にアクセル踏み込めばよぎりの彼方、夜中何かが不安なさらか迷い道、風やの輪の中、そう今日は走った音道少しこの道を歩いてみるか、それともこのままそっと眠りにつくか、一滴だけ落ちてきた天使の雫、気を失いかけていたことにようやく気づく、目を閉じてどれくらい経っただろう、あの愛しい台風も涙と共に去ったろう、帰ろう、どぜか夢が待っているところ、振り直す人生ゲーム、何言ってるんですか、お子様が。友達との討論を諦め、感情全てを伝えるために、自分の求める本当の女だけに、一人で旅に出ようか、6735度の昼だけの奇跡の目この六角形にしたいって言ったらできちゃうことが。でもアルバムの予定とか、アルバムは、はい、今年出したいなと思ってます。とりあえずキングオブディのプロダクション長い子とか、うん、まあ昔から一緒にやってる子とか入れて、多分あの年は一緒なんですけどね、この方のローラースケート時代の日本舞台ではないんですけど、でも新人デビューだからね、はい、新人なんで、もっとピュアにちょっと、でもあれなんだよね、じゃああの限度がなく、限りなく続くこのゲームっていう感じ、今あの PV、あのミュージックビデオを作ってるんですけど、そうだね、ですね、なんかちょっと何て言うのかな、今までのありきたりなこうプロモーションビデオ、インタビュー、ライブとかそういうんじゃなくて、赤裸々日常生活が、そうですね、いろいろと早送りできないようなな, んかこう早送りできないようなビデオですね。これ考えました。こちらの方もシティと同時発売、はい、じゃあ
現場で。次は来るの